大地とパコの音楽イエーイ。いやパコってさ、はい、あのファミコン世代じゃないよね。ファミコン世代じゃないです。スーパーファミコン、ゲームボーイ。ゲームボーイって結構古いよ。でもゲームボーイさん、そうなの。あ、そう、ゲームボーイやってて、うん、あのそういうこうなんかでっかいやつは、うん、でっかいやつ、でっかいやつとかね、テレビつけるやつ。え、ちなみにゲームボーイの形どんなやつだった？こんな。あ、白くて、白くない、あのカラーカラーの、もうその時点であれだ。そうそう、世代が俺らの時はこんなで、炭酸電池ね、4本とか6本とかで動く。2本ぐらいだった気がします。それはね、時代が、ね、時代が違うんですね。そういう、こんにちは。こんにちは。意外と挨拶してくれる人だった。しっかりして。挨拶は大事なんで、ね、とてもいい声で。ありがとうございます。今日はこの仁王都市の郡司総帥をお招きして、ありがとうございます。お招きいただき、大変光栄に思っております。ありがとうございます。もう怖いですよ。本当ですか？怖いです。怖いです。すべてが怖いです。いつも見てるじゃないですか。何のことか分かりませんよ、私には。いやいや、まあそういうのは抜きにして、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの郡司総帥およびコロニオトシ、バンドコロニオトシのプロフィールはですね、はい、YouTube の、 あの下の詳細欄のところピッとしてもらうと、うん、載ってるので、はい、そこを見てもらおうとしてです、ね、お願いします。最近何のゲームやってますか？最近はですね、最近買ったのは、ゼルダの伝説トライフォース30っていう。それはプラットフォームは何ですか？任天堂 3DS。 3DS。 ハードっていくつ持ってますか？古いのからいきます。古いのから。ファミコン、うん、ゲームボーイ、PC エンジン、うん、PC エンジン、PC 知らないでしょ。メガドライブ。メガドライブ知ってる？知らない。セガの、セガサターン、セガサターン、プレイステーション、うん、この辺からわかるね。あ、そこわかります。まあ、プレイステーション2、うん、プレイステーション3、あとスーパーファミコン、スーパーちょっとなんかぐちゃぐちゃになってるけど、なんか結構ありますね。まだあります。細かいのもまとめると、まあ、DS、3DS、ワンダースワンも、ワンダースワンも、ワンダースワン、あと何があるんだ、あともう、ま、XBOX とかも XBOX はない。あ、そういう、そちょっとあのちょっと怖い人多いんで。怖い人が多い。あのなんかね、生半可で行くとちょっと、行くとちょっとカエル陣に会う。そうそうそう。最近じゃあゼルダの伝説、ゼルダのちょっとライトのゲームをちょっと。ライトの、息子と、あ、息子と、ね、ジュニアが、ジュニア、そうそうそう。ね、総帥のジュニアはあれですか？あのやっぱ総帥の後継ぐ感じになるんですか？この間なんかあのドラクエやってやりながら、あのタタ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 って歌ってたから、あ、それはまずいです。そうそう、やばい。まずいというか、あ、まあこれで俺がいつ死んでも大丈夫。世襲、世襲制なんですね。なんかもう、別に何を教えるでもなく歌ってたから、あ、そういうもんなんだなっていう。まあね、血筋だなっていう。血筋ですね、うん、だからたまに話聞くんですけど、さっきのジングルの時にやってたやつ、あれ後で紹介しようと思うんですけど、はい、あれとか持ってると、どこ遊び行くの、うん、って聞かれたら、仕事だよ、仕事なんだよって言う。そうそう、今日はお仕事なの。ジュニア、あのライブ会場とかでも、そう、コロニオとしてバンドはゲーム音楽を演奏するバンドなんだけど、うん、ファミコンステージの真ん中にドーンと置いたりとかして、そうそう、お客さんがファミコン差し替えたりとかして、で、この時やりますとかってそういうのやったりするんだけど、うん、ファミコン持って出かけるから、そうそう、まあね、息子としては、ね、普通に考えたら、まあね、少佐だったらこう、うん、ギター持って、少佐ってなんすか、怖いですね。あ、まあ、役職がついてる。
なんか無償さなんです。じゃあ、じゃあなんかいただけるんですか。まあ5兆ぐらいで。5兆、あ、5兆、低いな、5兆って。低いな。まあまだね、駆け出しの。そうです、駆け出しの。申し訳ないけど、大丈夫です。一からやってもらって。あ、わかります。筋がいいんでね。筋がいい。ニュータイプ、ニュータイプ。完全にニュータイプ。我々にはない。ない。そう。これが若さか。そうそうそう。ね、よくコロニュートシっていうバンドの名前でガンダムのバンドとか間違えられたりとか。そうそう、まあ端的に言うと、もう僕の好きなものを全部混ぜたらよく分からなくなったっていう結果それで何のバンドかも分からないから、割とあ、そういうバンドなんですねって。で結局メンバーからもバンド名どうにかなんないのかっていう話が何度もあり、でもこれはこれでいきたいんだっていう結果、まあ10年以上経ってますね。もう11年ぐらいですね。11年目。すごい、ね。そうなんです。長いですね。長いです。最初はね、高円寺の二六地ってお店があるんですけど、うん、そこで、彼の友人の郡司健吾君っていうのがですね、その友人を介してですね、郡司総帥と出会い、そうですね、2人で全福寺川緑地っていうですね、公園があるんだけど、そこにカホンとギターを持って、あの頃の当時はガンダムの歌を歌ってたからね。そうそう、だからね、だからコンセプトとしてはガンダムの歌を弾き語ろう、二人で弾き語ろう、うん、っていうのがもともとあったんですね。で話を合わせていくうちに、ね、郡司健吾と井上大地君はそのガンダムも好きだし、うん、ファミコンも好きだし、うん、話になってきて、うん、そう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 、それでそうですね。であれの初期はさ、うん、あれだもんね、ジブリとかもやってた、やってた。へえ。もう昭和ジブリまでにして、うん、平成生まれでしょ。平成生まれで、ね、昭和までのジブリに区切って、うん、ってなると何今どの辺、耳を澄ませば、あ、耳も澄ませばも、まあ、やってなかったっけかな、耳も澄ませば。でもあれは前後だね。あの少佐が好きだからその入れたんだっけ。入れた。そっか。まあ魔女宅とかぐらい。魔女宅もやって、トトロとかぐらいまで。そうそう、ナウシカやって、うん、なんだっけ、ラピュタやって、そしてトトロをやって、どこまでやって、トトロぐらいまで、あと魔女宅急に。魔女宅急に。それをまあ今日はいないですけど、浜野博近っていう、はい、ね、鍵盤ピアノ弾きの方もメンバーで、3人でそのジブリをやり、それでその先にそのファミコンっていうものが見えてきたので、うん、みんなの趣味で、うん、あ、共通の、そうで、ファミコンの曲ってすごくいいよねって話になって、うん、そこからですね、もう完全にファミコンの曲をやるように掘り下げていく。いろいろメンバーが入れ替わったりとかしながら、うん、そうなんですね。結局、まあ、最初にやってた3人はそのままそのまま残って、今はヘクターっていう、それまたすごい人なんですけど、うん、スペランカーっていうバンドを、もう怖くてしょうがないじゃん、メンバーかんない、まあ、スペランカーっていうと、まあ、ファミコンしてる人はみんな知ってる、うん、スペランカーっていうバンドを、はい、もう我々が、ね、1995年とか6年って言ってたから、うん、だからもう全然我々がまだこう音楽活動をしようっていう、はい、スタートしてるの立ってない、それちょっと言えない、あ、そう、言えないです、言えない、秘密で立ってない、生まれた頃ぐらいになったんじゃないそうそう、まだパソコンを一人一台持ってなかったような時代にね、うん、その曲を取ってはサーバーに上げるっていう活動をしてた、そのヘクターっていう、うん、昔はなんかパソコンの容量がちっちゃくて、はい、MP3 を2曲上げるともうパンパンになっちゃうんで、ハードディスクが、すごい話だよね。そんなんです。ヘクターさんはその頃からファミコンの曲を作っては、ね、アップロードして生演奏して、すごい、ね、一時期ちゃんとハドソンっていうメーカーで曲書いてた、ね、国本武明さんっていうベーシストの人も、はい、メンバーそうそう、メンバーだったんです、ね、そうなんですか。一時がオリジナルバンドだった。そうすごい、本当に曲によってはオリジナルバンド、そうなんですね、じゃあもうファミコン界の、ファミコン音楽界の生演奏界では結構割と新鮮ですよね。知ってる方はね、知っていただいてるぐらいの、まあなんかアンダーグラウンドですから、ね、かなり、そうなんですよ。ファミコン音楽楽しいですよね。楽しい、こう単純になんか初期のファミコンは3和音しかないんだよ。あ、メインのメロディーとハモリと低音しかない、はい、すごい。あれでね、さっき演奏したマリオとかも、うん、実は3和音で世界観がすごいよね。そこにプラスでなんか雑音みたいなバーとかボーとかっていうのを入れて、ちょっとこうパーカッションっぽくなってる。へえ、あ、そういう
パーカッションの音ではなくて、そうそうノイズ加工して、そう、それを加工して、すごい、あ、そうなんだ。だからだいぶ後期になってくるとなんかスネアっぽかったりとか、うん、バズドラっぽかったりするのが、うん、なんかうまいことみんな考えて、うん、そうやってるね。面白いですよね、だからそれを解析するのがやっぱり、うん、確かに。意外とピコピコ音なんだけど、はい、もうトラッドジャズやってるじゃないですか、はい、トラッド風な曲とかいっぱいあるんですよ、うんうん、そうなんですか。これは明らかにバンジョーを意識して、あの、そんなのもある作ってるとか、そうそう、これちょっとクラリネット意識してんじゃないかなとかっていう曲があったりして、すごいシャッフルっぽい、すごいそのリズムとか、リズムがね、シャッフルが多いな、そうそう、シャッフルとかフォービートっぽいのが多いから、やっぱみんなその時代の音楽家の人たちはやっぱそういう、ね、ルーツミュージックが多いから、ブルースだったりもすごいそういうの、うん、垣間見える。ね、あとあの著作権の問題で、はい、あのクラシック曲をめちゃくちゃアレンジして、うん、ファミコン音楽にしてっていうのも結構多くて、なるほど、うん、そうそう、みんな聞いたことある程度途中からなんかこうオリジナルになってくるみたいな。へえ、そう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 。すごい面白いですね。ね、今でこそねすごい金額が動くじゃないですか、うん、そのゲーム業界って、うんうん、でも昔は本当に数人で作ってたりとかしたらしくて、うん、ゲーム数人でプログラム、つまり画面をこう描く人、はい、音を作る人、シナリオを書く人、さ ひどいと一人でやってるってのがあるよね。ポートピア連続殺人事件っていう、 もう超名作があるんだけど、それはその後に、その人は、その作った人はドラゴンクエストを作ることになるんだけど、そうなんですか。最初に作ったポートピア連続殺人事件っていうのは完全に一人でやってる。ゲームって一人で作れるんですか。当時はね、そう作るしかなかった、ね、プログラミングっていう作業はね、ずっと、うん、ずっとこう、そうそうそう、うわーい、面白いよ ね、いいですね。いやいや、そういう子供の頃のね、その、うん、なんですか、我々が好きだったものを、はい、こう、まさか生で演奏するとはね、なんか思わなかったですけどね、うん、もうなんか、一番最初の頃は、はい、そういうゲーム音楽が好きとかっていう人まあ、いるっていうのも分かんなかったから、うんうんうん、普通のロックバンドとか、うんうん、ポップスのバンドの対バンに、うん、ポップスバンドですとかやってる人ついてしれっと入ってで、曲が始まったら、うん、ファミコンじゃんみたいなっていうすごいゲリラ的なことをやってた、インストバンドなんですよ、そう、インストバンドですよ、ね、確かにそう、そうそう、なんとかピットインに出れないかとかね思ってたしね、ちょっとねジャズ風の曲をアレンジすると、俺と新宿のピットイン行けるんじゃないかとか変なこと言い始めた、とりあえず昼とかだったら出るんじゃないかちょっとブルース系の曲ができるとこれ純吉行けんじゃないかとか、なんだろう、そうそう、そういうこと考えつつ、だから本当にその当時はお客さんが全くそのゲームを知らないって知らないって言ったら、まあファミコンだったらまあやったことあるし、うん、昔やったことあるみたいな人たちばっかりだったから、途中からなんて言うんだろう、我々がねそう好きなそのね、あの思い入れがある曲を思いっきりこうね弾いてると、うん、みんな、なんだこれみたいな感じでその感じが楽しかったんですよね。楽しかったね。そうそうそう、うん、今はこう逆にそのゲーム音楽本当好きな人が多いから、そうだね、曲によっては、うん、イエーイみたいな、もう途中で泣いてる人とか、泣いてる人、泣いてる人いる、そうそうそう、うん、まあ、あの僕らの演奏形態として曲ずつじゃなくてこうメドレーにしてて、その例えばその作りとして、まあ、シューティングのゲームのメドレーだったりとか、はあはあはあ、例えばあとその、メーカータイトルの、ね、メーカー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 で流れたりとかしてる、その時の最高潮のあたりでこうやって目頭が熱くなってる人とかいてすごいなって、まあ僕らもすごい楽しくバーッとやってるわけですけど、なんかね、子供の頃のものだね、きっと何か思い出したりとかね、絶対思い出しますよ ねあるんだろうなって、そこかしら、うん、なんか彼女に振られた次の日にやったゲーム音楽の音みたいなとかあるいはさ、ね、振られたショックで進められなくなって未だにクリアしてないゲームとかあるか、彼女の名前が入ってるヒロインの名前、彼女の名前が入ってるありがち、ありがち、うん、どういうことだろうね、そうそう、これ見るたびにすごい悲しい気持ちになるとか、パコもパコって入れられてるんじゃないの、片思いされてる、いや、ですかね、わかんないですけど、じゃあ今度俺 RPG やる時に女のヒロインとかパコって言ってたパコは死んでしまった、やばい、やだそれパコは死んでしまった、生き返らせないでずっと進めちゃうみたいなひどい
そういうありますよ ね、うん、だからもう憎いやつの名前入れてね、ずっと殺したまんまにして旅に出たりとかね、怖いね。でも俺パーコーに危ない水着とか着てるんですよね。そういうなんか魔法の時期にとか、違う違う、ドラゴンクエストにね、そういう、え、あるんですか。そう、まだあのね、ドット今みたいにリアルじゃないんだけど、ただその危ない水着っていうのはものすごいこう入手がすごい困難なアイテムで、それ手に入れてそれを女性キャラに装備させると若干グラフィックが変わるっていう、うん、ただだから、ね、すごい夢がある。我々子供の頃はそれで想像を膨らませてるわけですよ、ね、そうそうね、ね、そうそう、やっぱ今のゲームはもうそのグラフィックで出ちゃうから、そうですね、当時はね、だから例えばなんだ、捨ててこパンツに鉄の兜とかわけのわかんない装備をしてる、そういう、ね、立体に見えたら、うん、もうそれは上級者だね。そうそうそう、ああだって平面じゃん。で、だいたい山とか森とかがあって、ああだいたいあれを地形図のようにこう見て、あ、これだいたいこういう地形になってるんだな、プロだ、プロ、そうだ、プロだ、まあ、ここは何日かかって旅してたんだな、そういう想像なんですよ。そう、昔のゲームはね、そういう想像力をね、そういう人間が集まってできたバンドがコロニオとしてなんかいいですね、そういうこう、熱い思いが、熱い思いがね、じゃあちょっと若干こうパーコーがね、はい、そうですね、なんかだいぶこう、なんか9-1ぐらいの勢力になってる、そうですね、もう終盤のジオングみたいな感じな、うん、そうですよね、全然わからない、全然わからない、ね、ガンダムなんで、そういうなんかその、ね、やってる人にしかわかんないワードとかすごいなんかワクワクしますよね。あ、何なんだろうそれみたいな、そうそうそう、普通にガンダムの会話してたらどっかのね、国際情勢の話してんのかなみたいな。まあ、たまにそうガンダム知ってるとかファミコン知ってるとかって、あっつって楽しそうにわって喋ってると、うんうんうん、あっそこまでじゃなかったんだって多々あってレベルが分かりますよね、話してるの、うん、そんなのあったんですかみたいな感じになること多いんですけど、あ、まあ、このバンドでやってればそんなこと全くないんで、ね、そうなんですね、最悪まあ現場だけいればなんとか、ね、生きていけるんじゃないかっていう、本当に助かってます、本当に素晴らしい。な、郡司さんのさっきのね、はい、ちょっとジングルでも気に、ね、ね、もう気になってる人すごいいると思うんですけど、うん、ちょっと楽器をちょっと紹介してもらおうかなと思うんですが、ね、あ、そのね、はい、コーナーがあるんで、コーナーがある、段取りがあるんですよ、あ、そうそうそう、そうそう、段取りがあるんで、そうそうそう、じゃあ、そうですね、次のコーナーに行ってみたいと思います、はい、よろしく頼む。